この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。心理カウンセラーと呼ば、臨床心理学のカウンセラーと呼ばれる連中に捕まると、ちょっとやそっとじゃ解放してもらえない。端的に言うと、心に問題の少しもない人間などいないからだ。先生方は俺から言わせれば、ただの不満に過ぎないことに、ご大層な病名をつけたがる。幸いにして、俺はまだ病院送りにはされていない。だが、1時間に5000円のカウンセリング料は高すぎる。本を読めばわかるような説教でお茶を濁すだけで金が入る。魔法のようにボロい商売だ。また、昔の話を申し上げればよろしいんですか？オフィス街の、ビルの5階にフロアを構える臨床心理、研究所。待合室を抜けた先にあるカウンセリング室で、俺は担当の先生と向かい合っていた。15坪以上の幅広いスペースに、ゆったりとしたリラクゼーションソファ、明るい色調の風景画、茶色で統一された書棚や、調度品が整えられている。さりげなく落ち着いた音楽からも、患者の心を癒す目的があるのは明らかだ。もう10回目くらいになるかな。穏やかな口調の秋元さんは、ふくよかな体を白衣に包み、いつも温かい眼差しを注いでくる。秋元氏のプロフィールは、複数出版されている本の巻末で確認済みだ。写真では一見して白い子豚といった印象の男も、アメリカ留学経験を武器に、都内有名大学の非常勤講師と大学附属病院の、精神科顧問を務める相当なエリートだ。京介君、今だからこそ本当のことを話すけれどね。前置きが長いのはもはや愛嬌と受け取れるほどに慣れてしまった。1年くらい前かな。ちょうど君が初めて私の元を訪ねてきた時だね。正直なところ、私は君の話を半信半疑に聞いていたんだ。そうですか。君は何と言ってきたんだっけ？自分が分かっていることを何度も患者自身に話させるのが秋元氏の仕事らしい。僕は僕と同世代の青年と比べて、どうやら価値観が違うようなのです。あら、思春期この失礼、この言葉尻だけで捉えるなら典型的な思春期だよね自分はそのこの世界にものすごい影響を与える存在なんだっていうのを勘違いするっていうのが思春期の子供の特徴だからさ。だから何でもかんでも勝手にやるやん。みんなは人を信じ、偉い人物を尊敬し、友人を助け、親を疎まえと言います。下絵か。まあどっちもいいわ。けれど僕はそうは思わない。人の心はお金で買える。誰もが利益で動き、自分のことだけを考えているのだと。秋元氏は脂肪にたるんだ首を深く縦に振った。人間には誰しも良い自分と悪い自分が共存しているんだよ。幼児は犬猫をかわいそうだと思って拾ってあげる優しい一面と、カエルの口に爆竹を入れるような残酷な一面も持ち合わせているよね。けれど成長して情緒が整ってくると、悪い自分を理性で抑えられるようになる。君は今まで例えば人を殴ってやりたいとか思ったことはないかい？ありますね。返すあてもなく金を借りるやつなんて殺してやりたいとすら思います。けれど実際には殺さない。そうだよね。はい。また満足そうにうなずいた。ん？
ここが境目なんだ。君が人格障害を持つ患者でないことを示すボーダーラインなんだ。なるほどな。心のブレーキと体のブレーキは違うから、そこを超えるかどうかなんだろうな、きっと。なるほど、うん、俺も思った。僕としてはただの思春期の悩みに過ぎないことだとも思うのですが、うん、死ねえと思っても、うん、お前を殺すぞっていうのと実際に殺すのとでは心理的なボーダーってのは全然違うからな。そのなんだろう、社会的な倫理観として、この国だったらね、日本だったら、その日本の一般的な倫理観におけるボーダーラインってのは、多分これが何て言うんだろう、発展途上国、紛争地域みたいなところに行けば話は変わってくるんだけどさ、殺すと思ったなら殺さなければ自分が逆に殺されるみたいな立場の人間からしたら殺すことが当たり前だからさ、別にそれに対してはね、向こうの倫理観なんだから当たり前だよねって思うよね。アメリカのとある大学教授がね、思春期におけるホルモンバランスの変化がいわゆる不良少年を作り出す原因ではないということを実験で証明しているんだけれど、実際に僕は不良少年と呼ばれても仕方ないようなことをしています。秋元氏は、健三の紹介で知り合った。だから秋元氏はある程度浅井工業での俺の立ち位置を知っている。つまり君が人の心は金で買えると思うようになってしまったのは、それなりの理由があるということだよ。それなりの理由とは？それを今からじっくりと探っていこうじゃないか。はい。本当にボロい商売だな。尊敬してしまう。俺が金を払ってカウンセリングを受けるのにはもちろん理由がある。秋元氏のように精神科医の資格を持つ人間にある証明書を書いてもらいたい。それなりの手続きを踏む、すると、出席日数や必須単位などの学園を卒業するために必要な条件が大幅に緩和されるのだ。なるほどね。よく学園をサボり、授業にも真っ当に受け、授業も真っ当に受けていない俺にとってはとてもありがたい話だ。当然金はかかるが、俺は時間を買っているという感覚で一月に一度ほどここを訪れることにしている。そうやな、1時間5000円かもしれんけど、1ヶ月で例えばさ、そうだな、20時間くらいをね、学校休んで、20時間どころじゃないな、多分浅井の場合はね、それこそ100時間なら100時間を5000円で買えるって考えたら、確かにそれは合理的やん。もちろん俺は秋元氏が疑うような人格障害なんて持ち合わせちゃいないが。じゃあ今日は君が今のお父さん浅井権三さんに引き取られたいきさつについて聞いてみてもいいかな。長くなってしまいますが構いませんか？ん？ゆっくりで構わないよ。壁にかかった時計を見る。あと15分で1時間だ。かいつまんで話さなければ延長料金を取られるな。簡単に言うと、僕の前の父が借金をしていたからです。負債総額は5000万だったか。主な債権者は、銀行やノンバンク、消費者金融だったが、まずいのは、建造の組と関わりのある闇金にまで金を借りたことだった。俺と母と父は、建造の組のチンピラに激しいプレッシャーをかけられた。もともと抵当権のついた一戸建ての家からは家具、家電などが全て持ち出され、物というものがなくなった。今でこそわかるが、そういった押収品はバッタ屋と呼ばれる、小売業者が叩いて買ってくれるのだ。母は病気がちでしてね、ベッドがないのでよく、冬服を、敷布団にして寝ていました。しかし当時の僕が考えているほど、信用貸しというのは甘い生き物ではありませんでした。確かに暴力団新法で、警察が民事に介入できるようにはなった。被害者の会と呼ばれる対策コミュニティもあるし、インターネット上には闇金の手口が事細かに掲載されているが、そんなものを連中はへとも思っていない。人
つ潰されればまた次が、それも潰されればまた新しい金貸しがいくらでも兵隊を送り込んでくる。一時期流行った自己破産など、破産を申し立ててから、免責が決定するまで、1年近くの時間を要する。その間に身柄を抑えられれば終わりだ。自宅、実家、知人の家、近郊のホテル、タクシー会社、新聞の販売所、日雇いの工事現場、カモに逃げられるのは恥以外の何者でもない。メンツというものを異常なまでに気にする連中は必要に追い込みをかけ、獲物を必ず捕まえる。母の実家に逃げていた僕らはあっさりと捕まりました。北海道にまで追いかけてくるとは本当に驚きました。奴らは母にまで手を挙げようとしました。それをかばって顔が曲がるくらい殴られました。それからですね、浅井健三との付き合いが始まったのは。再び時計を見る。そろそろ1時間経つ。学園にも行きたいし、とっとと退散するとしよう。なるほどね。よくわかったよ。そうですか。ではもう終わりにするかい？ええ、ちょっと用事もありますし。わかったよ。ただ浅井君、秋元氏は柔和そうな目尻を一層下げた。今の話だけで君という人間を理解するには少々難しいね。例えば浅井権三さんはどうして債務者の息子である君を養子にしたんだい？浅井権三だった、健三じゃなかったまあいいさ。先生すみません、時間が。ああいいんだよ、少しくらい。君がいつも1時間きっかりで帰るのは知っているからね。お金を気にしているんだろ？さすがに人相手の商売をしているだけあって見る目はあるようだ。ではもう少しだけ。ありがとう。俺はため息をついて言った。物になると言われたんです、権三さんに。チンピラにボコボコにされても怯えた様子がなかったそうです。度胸が座っていたんだね。何も考えていなかっただけでしょう。何にしてもヤクザに見込まれるなんて大した男だよ君は。温かい人だな。今まで何度かこういう人に出会ったけれど、俺は何も感じない。立派な人など何も信用できない。大学の講師や病院顧問の肩書きがあるエリートだろうと金は要求する。今のように、時間が来ても少しぐらい料金を負けてくれることはある。しかしそれも余裕を見せて相手を懐柔させようとする手口なのではないか。俺は動機に利害関係がなければ納得しない。たとえ腹の底が知れても分かりやすい方についていく。だから俺は浅井権三の息子になったのだろう。あれほど分かりやすい悪漢はそうはいない。権三は暖かい部屋と毎日3食の飯を与え、中学校を卒業させてくれました。僕は将来は商社で働きたいと言えば、金持ちだけが通える専門の学習塾に通わせてくれました。体を鍛えたいと言えばボクシングのコーチを紹介してくれました。しかしそれはもちろん、親心とか善意とかそういう類のものではありませんでした。権三は僕にそういったことをしながら、いつも最後には必ずこう言うのです。いいか京介、俺がお前に物や金を与えるのはお前を俺の手駒にするためだ。その時秋元氏の顔が一瞬だけ、陰ったでいいのかな。いつかお前が俺の寝首をかこうと思った時、一瞬でも迷いが生じるように仕向けているのだとね。噂には聞いていたが、強烈なお父さんだね。わかりやすくていいと思いませんか？俺の問いに返事はなかった。それではそろそろ。ああ、最後にいいかな。何です？君は友達なんかからよく忘れっぽいと言われたりしていないかな？俺は眉を潜める。友達との約束をすっぽかすことは ありますね。そう。今までで一番深くうなずいた。
何か？いや、君のように忙しい若者ならうっかりすることもあるのだろうね。明らかに本音を隠している言い回しだった。だがこうやって、次回へのつなぎを作っておきたいのだろう。じゃあ次回また都合がついたら連絡をください。今日も本当にありがとうございました。星を上げ退出する。廊下の受付で、料金を払った時、不意にめまいが襲ってきた。気持ちを切り替えていこう。俺が忘れっぽいだって？恨みだけは忘れんよ。俺の命の次くらいに大切なバッハの神父をノリで傷物にされた恨みだけは。カノンめ、思い知るがいい。兄さん、聞いてよ聞いてよ。投稿した時にはすでに昼休みの時間だった。カノンが口をへの字に曲げて騒いでいる。バレーボールできなかったんだよ。どうやら計画はうまくいったようだ。え、なんで？笑いをこらえながら聞いた。なんだかね、体育用具室の鍵がなくなっちゃったみたいなの。もう、ほんとどこやっちゃったんだよ。鍵はすでに学園の業務用の郵便受けに入れておいた。そっか、それは残念だったね。栄一も、横島な目を輝かせていた。結局マラソンになったんすよね。この寒空の中マラソンとか、思わず転校してやろうかと思いましたよ。なんだ、宇佐美も楽しみにしてたのか？あ、いえ、自分基本スポーツ苦手なんで、バレーボールみたいなボール関係は特に。球技というより集団競技そのものが苦手そうだな。いや、それはないっす。身の程を知らない女だな。でもカノンちゃん、今度の体育の時間に延期になっただけだから。のんちゃん、来週から3日間合宿だもん。学校来られないもん。残念だな。残念残念。俺は栄一と顔を見合わせて、勝利の余韻を味わった。しかし、誰が鍵を隠したんだろうな。隠した？おい待て。おい、クソやろお前。おい待て、ま、誰も隠したなんて、鍵がなかったって話はしたけど、隠したなんて話はしてないやろ。おお、お前初歩的なミスだろ、やめてくれよ。クソだなこいつ、マジで。こいつクソだわ、やっぱ。なんてやつだ、なんてやつだ。ほら、それは見逃さんやろ。宇佐美春はそれを見逃さんぞ。勘弁してくれよ、本当に。どうしてそんなことするかな。俺が驚きに言葉を失ったのと、宇佐美が口を開いたのはほぼ同時だった。どういうことっすか？ほら、もう、かす。けれど、栄一は未だにニタニタしたままだった。うん、だから、あの鍵を盗んだのは誰なんだろうなって。語るに落ちるってこういうことやろうな。盗まれた。うんうん、盗まれたなんて誰も言ってないっすよね。ほら、まずいな。なんで盗まれたと思ったんすか？いや、なんとなく。終わった。終わりだ。ん？宇佐美さん、栄一くん。宇佐美は栄一に詰め寄る。エテキチさん。栄一だって。エテキチさんは体育用具室の鍵を実際に見たり使ったりしたことはありますか？まずい、まずいぞ。鍵見たことなんてないよ。鍵なんて先生が持ってるもんだからね。あ、なら、さっきはどうして、あの鍵って言ったんですか？
言いましたよね。あの鍵を盗んだのは誰なんだろうな、とか。普通は、その鍵って言いませんかね。実際に見たこともなくて、話に聞いただけのものに対して、あのとか使いますかね。それは、言葉のあやってやつじゃない？エイちゃんが盗んだのか？カノンが腕を振り上げた。ちょっと、僕じゃないよ！カノンちゃん、落ち着いて。もうダメだ、終わりだ終わり。待てえー、逃げる栄一追うカノン。アザイさん、宇佐美がいつの間にか俺を見つめていた。昨日はどうも。おう、嫌な予感がする。聡明なアザイさんはどう思います？いや、俺聡明じゃないし。まさかこいつ俺のことを疑ってるのか？そうだよな。自分からベラベラ喋るやつが実行犯になれるわけないもんな。本当に。ち。この計画は疑われないこと、容疑者を絞られないことが最大の利点なんだ。それを栄一のボケがあっさりとボロを出しやがって。これって、バレたらシビアにまずいですよね。そうだな。もし栄一がやったんだとしたら定額になったりしてな。ですよね。うちのクラスだけじゃなくて、この学園全部の体育の授業で用具室が使えなくなってしまったんすから。ただ、エテキチさんって邪悪な心の持ち主ではありますけど、チキンはチキンだと思うんすよ。スライムですし。やはり俺を疑ってる。そりゃそうやろ。そんなあんなやつにどうこうできるそれもないさ。必ず裏で操っとるやつがおるってなるのは当然だよね。バレれば定額。小悪党の栄一はそんな危険を犯さない。なんだよ、俺が共犯だとでも言いたいのか。ふん、宇佐美の口元がつり上がる。浅井さんには動機がありますからね。ほう、どんな？ CD に傷つけられましたよね。お返しにカノンが楽しみにしてたバレーボールが中止になったら愉快じゃないですか。お見通しか。待てよ、俺だってチキンだって。そうっすかね。カノンに復讐したいならカノンだけを懲らしめる手段を考えるって。学園全体が迷惑するような、そんなテロリストみたいなことするかよ。木を隠すなら森の中っていうか、ペンギンを隠すなら群れの中と言います。言わない。容疑者を絞り込ませないために犯罪の規模を大きくする。なかなか手の込んだことをしてくれますね。だから俺じゃないっての。俺のせいで今日の体育が潰れるなんてひどすぎるじゃねえか。今日の？しまった。終わった。どうして今日のなんすかね。明日になったら鍵は発見されてるんすかね。まるで鍵が今日中に見つかることが分かってるような発言じゃないですか。うん、これに関してはギリいけるんだよな、グレーゾーン。別にこれはあれしたんじゃなくて、うん、言葉のあやというやつで、うん、まあまあ失言ではあるんだけどリカバリーは可能なんだよね。例えば、ほら、亡くなったのが今日であるわけだから、あのね、今日、それこそバレーボールがある今日っていうのを限定した話ではないのか。いや、待て、言い逃れできる。さすがに明日も体育が中止になるなんてありえないだろ。学園だって対処するだろうさ。うん。だいたい俺は、鍵が今日中に見つかるなんて言ってない。今日の体育が潰れると言ったんだ。変な誘導はやめろよ。宇佐美はまた小さく笑う。それはそうかもしれませんね。わかってくれたか？理解できないこともありませんが、
まだまだ納得できるほどじゃないと思いました。しばし見つめ合う。慌てることはない。証拠はないんだ。鍵もそろそろ見つかって、騒ぎも鎮火する。栄一が夜9時に職員室にいたという証言でも上がらない限り、この事件は闇に葬られる。そろそろ休み時間終わるよ。ああ、寒いし教室に戻ろうぜ。カノンちゃんも、もういいじゃない。カノンは栄一を捕まえてネクタイを引っ張っていた。僕じゃない、僕じゃないよ。通してくれる、通してくれる。宇佐美さんも、浅井くんはみんなが迷惑するようなことをする人じゃないよ。私は正しいことは正しいと、間違っていることは間違っていると言いたいだけだ。でもお友達なんだし疑っちゃダメだよ。友達が間違っているのに、間違っていると言わないのは悪だ。合理的な女だな。腹の底に不快感を覚える。何者なんだ一体。っていうか椿、私のことは勇者と呼べと言ったろ。なんか妙なところで切れてるし。ごめんね宇佐美さん。だから違えだろうが。昼休みが終わる。5次元目の数学の授業中、そろそろ授業が終わろうかという時、クラス全体がどよめき出した。あの熱血数学教師が先日のテストを返却し始めたからだ。やったー、赤点免れたよ。バレーボールができなかったこともすでに忘れているかのような明るい声が上がる。浅井くん、どうだった？ぼちぼちかな、80点だったよ。自分100点でした。呼ばれてもいないのに宇佐美が言い放った。うわすごい、転入初日の試験だったのに。前の学園はうちより授業進んでたのか。なぜか頬をあからめた。なんだよ、急に黙るなよ。ここでまぐれだとか言うとちょっとかっこいいんじゃないかと思ってますね。君の悪いやつだな。あ、先生。不意に隣の H が手を挙げた。先生、ここ合ってますよ。とことこ、可愛らしい足取りで数学教師の元へ向かう。なんだ伊沢。ここ合ってるのに罰つけられてるんですよ。お、すまんすまん、確かに合ってるな。これでギリギリ赤点脱出ですよ。もっと勉強しろ。舌を出した栄一に軽くげんこつ。そんなやりとりを見て何も知らないクラスの女子が可愛いとか言う。数学教師は退出し授業が終わった。エイちゃん、ズルしたんじゃないだろうな。してないよ、もうちゃんとやったなこいつ。本当かな、1を4に書き直したり3を8に書き直したりしてないかな。カノンちゃん、いい加減僕を信じてよ。やっとると思う俺は。おいエイチ、見せてみろよ。5桁にわたる数式に、バツの上に丸がつけられている。5行か、5行にわたる数式に、バツの上に丸がつけられている。採点ミスがあったのはカノンの言うような安易にごまかせるような箇所ではなかった。浅井さん、鍵が見つかったそうですよ。急に話しかけてくるなよ。というわけで自分、職員室に聞き込みに行ってきます。何がというわけでだ。宇佐美は猿のようなすばしっこさで教室から出て行った。京介。栄一が小声で話しかけてくる。大丈夫なんだろうな。慌てるな。でもよ、あの宇佐美って女は俺たちを疑ってるんだぜ。お前が余計なボールを出さんけりゃ、これ以上余計なボールを出さんけりゃいいんだよ。お前がこれ以上下手なことを言わなければ絶対大丈夫だ。
バレたら定額だよな。栄一よ、これが仮殺だったらお前絶対俺に殺されてるぞ。口封じかよ。分かったな。次に宇佐美に何か聞かれたら狂ったセリフ、狂ったふりでもしてごまかせ。とにかく何も喋るな。確かに。分かった。急に腹が痛くなることにする。もろ怪しいが、もう怪しまれてるからそれでよしとする。宇佐美に俺の計画見破れるものなら見破ってみろ。多分行かれるだろうな。これ強い西日が教室に差し込んでいる。本日最後の授業、宇佐美は俺の前の席でじっとしていた。ピクリとも動かない。おい宇佐美、おい無視するなよ。犯行時刻が分かったんすよ。背を向けたままボソリと言う。いつだ。昨日最後まで残っていた先生に聞きました。のりこ先生だな。宇佐美は軽くうなずく。昨日の夜8時半、バドミントン部の先生が部活で使用していた鍵を戻しに来たところまでは、体育用具室の鍵は確実に職員室にあったそうです。バドミントンって書いてある。バドミントン何。俺が職員室に入ったのは夜9時だ。ということは鍵は夜8時半以降になくなったということになるな。それで今日の朝一番にバドミントン部の先生が朝練習のために体育用具室を開けようとしたそうなんです。その時には鍵はもうなかったんです。昨晩8時半にはちゃんとあったはずの鍵が朝には盗まれていた。どうしてで。あら、とことん盗まれたってことにしたいんだな。体育用具室の鍵だけがなくなっているんならともかく、マスターキーまでなくなっていたんです。まあ確かにそれは意図的だもんな。昨日マスターキーを使用した先生は誰もいないそうです。ずっと職員室にあったそうです。なるほどな。マスターキーは紛失したというより盗難にあったと考える方が自然だ。犯人は間違いなく体育用具室を使えないようにしたかったのです。そうなるな。犯行時刻は昨日の夜8時半から10時までです。10時にのりこ先生が職員室に施錠をしましたから。その間に職員室にはのりこ先生以外に誰かいたのか。のりこ先生の話を聞く限りでは誰もいなかったそうです。じゃあのりこ先生が犯人なんじゃないかな。すると宇佐美はやや不機嫌な声を出した。のりこ先生に限らず教師が犯人なら犯行のチャンスはいくらでもあります。わざわざ自分しか職員室にいない時間を選んで鍵を盗む必要はありません。無駄だったか。何しろ動機がない。体育用具室の鍵を盗んで教師にどんな得があるというのか。浅井さんは昨日の夜何してたんすか。昨日の夜、これは罠だ。宇佐美はのりこ先生に事情を聞いている。のりこ先生は昨晩のことを話しているだろう。下手に嘘をついたら突っ込まれる。実は栄一のことでのりこ先生と話をしてたんだ。聞いてます。何時頃でしたっけ。9時過ぎと言いたいところだが、腕時計もしていない俺が時刻を正確に言い当てるのも若干不自然だ。さあ覚えてないな。8時くらいかな。9時過ぎだったそうですよ。分かってるなら聞くなよ。どうしてそんな時間に。のりこ先生に用があるならもうちょっと早い時間でも構わないでしょう。さすがに不審に思ったが。浅井さんは放課後になるとマッハで帰ることで有名みたいじゃないですか。栄一のプライベートなことだからのりこ先生以外の誰にも聞かせたくないし見られたくなかったんだ。6時でも7時でもよかったじゃないですか。それぐらいの時間なら誰もクラスに残っていないでしょう。教室にクラスメイトはいないな。
だが職員室には他の先生が残っていた。そこで宇佐美が少し黙った。まあいいっす。浅井さんは友達思いらしいっすからね。交わしたが問題は次だ。問題は江手吉さんの机ですよ。やはりそこをついてきたか。なんか乃理子先生への愛の歌が書かれていたはずだったとか。ああ、そのはずだったんだがな。でも自分江手吉さんが机に落書きしてるのを見たことないっすよ。お前は転入してきたばかりだからな。はい、そうだと思って他の人にも聞いてみましたが、やっぱり見たことないと皆さんおっしゃります。いや、もう得ないな。わかったよ、実は作り話なんだ。そうきましたか。うん、何とでも言え。俺はとにかく栄一と紀子先生をくっつけたかったんだよ。だから嘘でもいいから栄一が紀子先生を思っているってことにしたかったんだ。浅井さんらしくないっすね。何がだ？浅井さんならもっとうまくやるでしょ。落書きを実際に書いておくとか、いろいろできたはずです。その通りだ。お前は俺を買いかぶってんだよ。まさかここまで追及を受けるとは思わなかったな。まあいい、ミスはミスだ。ミスはミスだが致命的なミスではない。何にせよ自分こう思ってます。宇佐美が後ろを振り向いた。あなたは紀子先生を教室までおびき出したんです。その隙に江手吉さんが職員室に忍び込んで鍵を盗んだんです。正解だが、困ったな。俺は余裕の笑みを浮かべる。そこまで言うなら何か証拠でもあるんだろうな。宇佐美が押し黙る。おい、どうした？推理ごっこもその辺にしておけよ。直後、授業の終わりを告げるチャイムが鳴り響く。その音に弾かれるように宇佐美が不意に立ち上がった。証拠すか。クラス中の視線が宇佐美に集まる。宇佐美の顔は少女とは思えないほど凛々しく覇気に満ち溢れていた。もちろんある。ん？何？昨日の夜江手吉さんが職員室にいたという証拠が。何？まさか栄一が夜の校舎を徘徊している姿をうっかり誰かに目撃されたのか。いや、いくら宇佐美が嗅ぎ回っていたのだとしても、さっきの休み時間だけで目撃者を探し当てられるとは思えない。かまかけか。ではなんだ。江手吉さん。僕何も知らないよ。ちょっといいすかね。お腹が、うわー、自分の盲腸が。ダメだこいつ。猿芝居が始まる。騙されるのは椿だけ。何何、どうしたの。おお、カノンだけじゃなく白鳥まで騒ぎを遠巻きに見ている。痛くて僕何も喋れないよ。これなんかなんとかならんかったんかね。ここまでなんかちょけられるとさ、ちょっとなんかその場の雰囲気的にさ、しらけるやん。宇佐美は栄一には構わず栄一の机の中を漁り始めた。おい、何をして。ありました。宇佐美が掲げたもの、それはさっき返してもらった数学のテストの答案用紙だった。あ、まさかお前数学の教師の机の裏に鍵があったから、お前まさか。これが証拠です。お前やったな。俺は目を凝らして栄一の答案を調べる。そして背筋に戦慄が走るのを自覚した。気づきましたか。なんてことだ。やはり浅井さんは聡明っすね。なぜさっき気づかなかったのか。江手吉さん、この問題本当は間違えていたんでしょ。どういうこと？宇佐美、そこは採点ミスだったんじゃないの？違う。
きっぱりと言い切った。これは本当に間違っていた。エテキチさんが正解に書き直したんだ。答案を返してもらった時に答えをズルして直したっていうの？返してもらう前に直したってことか。そんなことしないよ。ねえ、エイチくん。退学だろ、こいつ。してないよ。その時意外な声が上がった。してないわ、私見てたもの。言いながら俺に視線を投げる。白鳥は栄一の右、俺より3つ離れた席に座っている。栄一を見ていたというより栄一の隣の席の俺を見ていたと言ってた、言いたいのか。相沢くんが変な素振りを見せていないことは確かよ。けれど宇佐美は首を振る。誰もさっき書き直したとは言ってません。え？じゃあいつ？ダメだ。昨日の夜9時過ぎ。この窮地。誰もいない職員室で。何か策を。この答案をよく見てください。答えが直された箇所だけ文字が崩れていませんか？あ、本当だ。小さな穴も開いてるね。でも、それが何なのかな？それでどうしてイチ君が昨日の夜に職員室にいたことになるの？宇佐美がうなずいた。知っての通り、テストというものは必ず自分の机で答えを記入します。床や他人の机では書けません。数学教師の机の上はボロボロだって描写あったもんな。けれど、エテキチさんの机は傷一つありません。綺麗なもんです。穴が開きようがない。ならどうしてこんなに文字がぶれたり紙が破れて穴が開いたりしているのか、おかしいと思ったんです。この答案は別の場所、別の机か床で書かれたのではないかと。どこで書かれたのか。俺はつい2日前のことを思い出す。わかりましたよ、やれやれ。鉛筆を握り問題に向かう。ここがこうだから。浅井なら簡単だろ。俺の挙動を探るようにじっと見つめてくる。そんな見ないでくださいよって。あ、なんだ。鉛筆の芯が折れた。なんだじゃないですよ先生。この机ちょっとデコボコしすぎじゃないですかね。よく見れば小さな穴がたくさん開いていたり、カッターでつけたような傷が無数にあったりした。教師の机ってのは使い込むもんなんだよ。んな熱血感みたいなキャラ作んないでくださいよ。文字がぶれて おまけに紙に穴まで開いちゃったじゃないですか。答えは職員室の数学教師の机にありました。くそ、A1 名。職員室で余計なことをするなって言ったの。やっぱその何か犯罪を犯すためには仲間がどれだけ重要かってのがわかるね。無駄だと思うが聞いてみるか。昨日の晩とは限らないだろう。一昨日かもしれないし、日中にこっそり、職員室に忍び込んで答えを書き直しておいたのかもしれない。あの熱血教師に聞きました。テストの採点は昨日の夜8時くらいに終わったんだそうです。ああ、終わった。つまり、エテキチさんが自分の答案の得点を見ることができたのはその後なんです。自分の答えが間違っていると気づけなければ正解に書き直すことは不可能だ。でもエイチくんが職員室にいたっていうのは確かなことなのかもしれないけど、その場で鍵を盗んだとは限らないんだ。そうだよ、僕はやってない。それでも僕はやってないよ。苦しすぎると思いませんか。犯行時刻にあなた以外の誰も職員室にいなかったんすよ。鍵を盗めたのはあなたしかいないんです。終わりだ。栄一が救いを求める眼差しを向けてくる。当然俺も怪しまれるわけだな。はい、エテキチさんが職員室に忍び込んだ正確な時間は、のりこ先生がエテキチさんの姿を見ていない以上、浅井さんがのりこ先生をおびき出していた時しか考えられません。
さすがと言うしかない。京介、うぅい。あ、お前の頭の程度を、考えに入れておかなかった俺の負けだ。確かにこれは浅井のミスだな。どちらかといえばアホはな何をやってもアホするんやから、うん、ね、そこら辺だよ。変な話さ、その分別のつかん子供がさ、勝手に あちこち行ったりとか、公の場で騒いだりとかするのを親は頭の中に入れて子育てをせなあかんわけで、うん、それと一緒。俺はため息をついて首を振った。気をつけー。わお、なんて読むんやろこれ。強さかな。栄一の強さの声がざわめきだったクラスに響き渡った。ふざけんなこの野郎、おめえを信じてたのによ。さやボケ、全部お前が悪いんじゃねえか。特組が始まった。お前なんか神じゃない、クズだ。誰がクズか。兄さん、ちょっと喧嘩は。醜い仲間割れが始まりましたね。そんな兄さんが悪者だったなんて。先生呼んでくるね。走り去る椿、呆然とするカノン、唖然とするカノン。俺と栄一の乱闘はいつまでも続いた。宇佐美さん、あなたって実は賢いのね。どうしたの、赤くなってるわよ。いや、こういう時証明終了とか言うとかっこいいんじゃないかと思ってます。その後俺と栄一は職員室に呼び出された。あー、教頭にこってり絞られたな。椿とカノンは俺たちが説教を食らってる間待っていてくれたようだ。定額にならなかっただけよかったね。マジで。ふん、俺の普段の素行の良さの賜物だ。反省しなきゃダメだぞ。お前もだ。お前が俺の CD をいじらなければこんなことにはならなかったんだ。もう兄さんは根に持つ人だな。俺も嫌い。俺もカノンは嫌い。うるさい、とっととスケートの練習に行け。はいはい、また来週ね。私も帰るね。足早に去っていく二人だった。チッ、ったく、あばよ。おう、しゃくれ声で帰っていく栄一だった。さて明日は土曜か。飲み屋や風俗が繁栄する、繁盛する週末は浅井工業でも何かとトラブルが起きる。さっさと帰って仕事の整理でもするか。